WBC ジムの大崎和樹です。WBC 日本フライ級とウクニージャパンフライ級と思ってます。今回コロナについてなんですけど、本当にすごい今日本中世界中ですごい浸透してて、なかなか思うように生活とか、仕事とかができなかったりしてる状況で、僕自身もそんなに、練習だったりとかなかなかできてないんで、すごい不安な部分がまだ大きいなっていうのが今思っていることです。ファンの皆さんもすごい日々不安な思いをして生活とされてると思うんですけれども、今一人一人できることで、手洗い、うがいだったりとか、マスクしたりとか、一人一人が自覚のある行動をとって、少しでも早く今回のコロナ騒動が収まるように行動できればなと思います。コロナが収まったら、僕たち日本選手は試合ができるので、試合のためにしっかり練習して、試合ではファンの皆さんを喜ばせれるような面白い試合をたくさんして盛り上げれるように頑張りますので、皆さんもそれまできついですけど我慢して、コロナが終わった後もしっかりみんなで盛り上げれるように頑張りましょう。